何を言ってるの？迎えに来たんだよ。儀式が始まる時間だしね。マリコ。さあ、行こうよ。さあ行くよ。待ってろ。すぐに助けてやるからな。
そこをどきなさい。僕は急いでいるんです。ここは通さない。マリコは新たな神のための生贄になるんだ。マリコは渡さない。それで終わりと思わないことだ。
さいと言っているでしょう。マリコ、匠はあなたに免じて許します。利用されているだけのようですしね。いいですか。僕から離れないでください。教師様、術を完成させてくれてありがとう。神の力があれば、妖魔の俺だって人になれるんでしょ？そうだよ。
俺人の姿はしてるけど、中身は妖魔らしいよ。わからなかった？俺も知らなかったけどね。儀式を完成させるよ。ごめんね、マリコ。安心して眠っていればいいよ。第五の神の力は俺がもらうから。おやすみ、教師様。うまくいったぞ。異界の門を開きうる力だ。素晴らしい。この身は呪われた。我が魂を敗者の肉体へ転生し、私こそが巫女となった。孤独はなった。礼を言う。複数の毒性生物を一つの壺に入れ、殺し合わせる呪いを。その中で最後まで生き残った者は、怨念執念により強い呪力を帯びる。この聖地は壺だ。その中で殺し合い、巫女は勝利した。その巫女を生贄に捧げれば、第五の神を見る。そうだ。そして第五の神をそのうちに宿すことができるのは巫女だけだ。だからこそ私は巫女の体を求めた。無駄だ。私は私自身を生贄とし、この転生を行った。命を伴ったまじないを破るだけの力がお前にはない。